ではただいまから平成30年度第4回理事長定例記者会見を始めさせていただきます。では市長お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。平成30年度第4回の定例記者会見を始めます。日頃は市政の発展にご尽力ご協力いただきまして誠にありがとうございます。今日はまず4項目について記者会見をさせていただきます。まずはじめに、先週6月18日に震度6弱の地震が大阪北部で発生いたしました。このことに関連をして、特に北京コンクリートブロックのですね、壁が崩落をして尊い命が失われたと、大変悲しい残念な事故だったというふうに受け止めております。心からお悔やみを申し上げます。そのことに関しまして有事といたしましても、このコンクリートブロック塀についての、対応を決め、ましたので、本日させていただきます。まず、調査の状況ですけれども、すでに発表させていただいておりますとおり、学校施設につきましては、既存不適格な塀が6箇所あったということで発表いたしております。今回学校施設以外の市有施設1130施設についても調査を実施をいたしました。その結果、ブロック塀がある施設は35施設、箇所にして51箇所、そのうち現行の建築基準に不適合なブロック塀のある施設は13施設、箇所にして23箇所ございました。これらのお手元には資料をお配りをさせていただいておりますけれども、主に庁舎、保育所、上下水道施設等でございます。これにつきまして、またあと建築基準に適合しているけれども、ひび割れ等のある塀が3箇所あったということでございます。今後の対応といたしましては、これら不適合の塀については早急に各部局それぞれの責任のもとに撤去を行い、不具合がある塀については補修による安全対策を行ってまいります。これらのそのブロック塀のですね、撤去ということについて次いきたいと思います。これはですね、市民の皆さんからも40件余りの問い合わせをいただいておりまして、地震によるブロック塀等の倒壊で、通行者が被害を受けるですとか、あるいはその避難路等の通行の妨げとなることを防止をするために、今回ブロック塀の撤去に対する、補助制度の創設を行いました。時期は7月1日の日曜日から、補助制度を開始いたしまして、窓口は有志役所の建築指導課であります。補助内容といたしまして、まず対象をどういったものにするかということですが、道路に面した長さ1メートル以上かつ道路面より高さが60センチ以上のブロック塀等を対象といたします。少しでも対象のブロック塀について、高さ60センチ未満に切り下げる、もしくはブロック塀の部分を全て、撤去するということを補助の対象といたします。補助の内容ですが、ブロック塀等の撤去に要する費用、または撤去した見つけ面積に1万円を乗じた額、これらのうちのいずれか少ない額の2分の1、補助の上限額を30万円という形で、制度設計をいたします。通学路、避難路に面する塀についてでありますが、緊急措置としてですね、今回の補助制度について、緊急措置としての補助の上乗せをさせていただきます。通学路または避難路に面する塀については平成31年度までの期間限定でありますが、補助率の引き上げを行い、一層の促進を図ってまいりたいということで、補助率を2分の1ではなくて5分の4に引き上げる、補助の上限額を50万円という形にさせていただきます。これらの周知啓発方法でありますけれども、7月15日号の広報岐阜に掲載をしたり、自治会のご協力をいただきまして各班での回覧に載せていただく、さらには市のホームページにも掲載をさせていただこうというふうに思っております。コンクリートブロック塀については以上です。次に岐阜メディアコスモスの開館3周年記念事業についてお話をいたします。現在本年1月18日で開館から3周年を岐阜メディアコスモスは迎えますけれども、
すでに平成29年度の来館者数が130万人を超えておりまして、トータルで今月中旬には開館からの来館者数が370万人を超えたということでございます。大多くの皆さんにご利用いただいておりまして、ありがたく思っております。この度開館3周年記念のみんなの森のフムドキ Y2018ということで、記念のイベントを開催をいたします。お手元にはパンフレット等もお配りをさせていただいているとおりであります。私がつけているバッジはですね、これは3周年ありがとうということで井上勝彦さんにデザインをしていただいたロゴのバッジであります。皆さんのお手元にもお配りをですね、はい。で、今年のテーマはありがとうということをテーマにですね、3周年の数字の3ということをかけまして、サンキューのありがとうということで、市民や来館者の皆様へ日頃の感謝を込めてですね、イベントを開催するということです。この3周年の記念事業の告知等はですね、告知をすることでありますとか、また岐阜メディアコスモスで働く全ての、スタッフの皆さんにですね、日頃も一生懸命来館者の皆さんに、対応していただきますけれども、接遇意識の向上と、図る目的でありがとう週間というものを7月の2日から16日まで15日間開催をいたします。で、このありがとうのロゴバッジをつけてコミュニケーションをさせていただくということを考えています。具体的なイベントの内容ですけれども、まず7月14日から16日、3連休ですが、この3日間ですね、1つ目はみんなのアート2018ということで、日比野克彦さんですね、長良川市民の皆さんに親しまれる長良川をですね、ギャラリーの一面に段ボールを沈めて、そこに折り紙を貼っていただく等の、アートの作品を作り上げるということで、イベントを行っていただきますし、日比野さんのトークショーも開催をいたします。合わせてプレスの皆さんには7月13日の3時から内覧会ということで、開催をさせていただきますので、ぜひともご出演いただきますようよろしくお願いします。また開館3周年記念のありがとうトークということで、厚切りジェイソンさんにご紹介いただきまして、ご講演とそして私との対談をしていただくということでございます。絆の拠点ということで、多文化交流の視点からです、楽しく講演をいただける方ということで、厚切りジェイソンさんをお招きをいたします。で、テーマとしてはですね、これ非常に私面白いと思うんですが、 Why Japanese People ということで、なんでやりたいことやらないの、つかみ取るためにはという、こういうテーマであります。期待をしています。7月16日、月曜日の13時30分から15時まで、開催をさせていただきます。3つ目に、中央図書館開館3周年記念イベント、まるごと賢治ウィーク、時空を超えて宮沢賢治を旅するということで、皆さんのお手元にもこれパンフレットをお配りをさせていただいております。宮沢賢治先生をテーマといたしまして、3日間のイベントを開催をいたします。トークショーですとか、ワークショップ、読書会、朗読、音楽等々ですね、さまざまなイベントを通して、著名な作家である宮沢賢治先生を多角的に知っていただく機会とさせていただくというふうに考えております。時空を超えて宮沢賢治を旅するというテーマでは、7月の14日の土曜日ですね、18時から20時まで、目黒実さんや浅井明子さん、沙織さんといったですね、方々に、朗読や語り、あるいは音楽をご披露いただくということを伺っております。また翌7月16日の日曜日ですけれども、作家のトークショーということで、高畑淳さんや福田敏之さん、そして先ほどの目黒実さんと、吉谷館長とですね、作家の絵本と物語を交わす、クロストークということで、イベントを開催をしていただきます。その他、増川名誉館長の特別講義でありますとか、暦の読むねを作ろうということで、今回3ということですので、3周年を記念して3月の安どんをみんなで作るということ、さらにはですね、ちょっと動画を見ていただきたいんですけれども、メディコスありがとうマッチということで、牛井のパブリックビューイングを開催をしようと思っています。牛井の福田志郎です。いつもおめでとうございます。7月15日マンホール放送はみんなの森岐阜メディアコスモスでパブリックビューイングが開催されます。放送はぜひパブリックビューイングに足を運んでいただき、僕たちと一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。月刊ルーピーの福田さんでした。
まあ、あのこういった取り組みをします。それからの、まあ、各イベントについてはですね、先ほど、まあ、あのリーフレットですとか、まあ、広報義務でも告知をしてまいりますので、まあ、一人でも多くの市民の皆さんに、まあ、みんなで3周年のお祝いをしたいというふうに考えております。ただあの中央図書館では、川舟型の本棚読書スペースのお披露目会もこの期間に開催をさせていただきます。こちらはあの岐阜メディアコスモス2階の図書館の金華山テラスにですね、川舟型の本棚と読書スペースをあの設置をしてお披露目をさせていただくということで、7月14日の土曜日の11時から行います。私も参加させていただきます。で、まあ、これはあの長良川流域に伝わる、まあ、伝統的な工法による、まあ、川舟に本棚をつけましてですね、その中で、まあ、本を読めるような空間ということで、まあ、岐阜そして長良川らしい、読書スペースを、作らせていただくということでございます。まあ、あの本を通じて、まあ、本を読むということだけではなくて、岐阜の長良川やあるいはその岐阜の伝統的なもの、生活文化、こういったものをですね、体感していただける場所として、まあ、全国にもですね、船のある図書館ということで PR をしていただくというふうに考えております。メディアコスモスの、3周年イベントについては以上です。3つ目ですが、東京2020オリンピック・パラリンピックのホストタウンの交流事業について、します。まあ、岐阜市としてはスロバキアとのホストタウン交流をしているわけでありますが、今回スロバキアの空手視察団を受け入れます。日程については7月の12日から20日まで、総勢17名の視察団が岐阜にお越しになります。市内での合宿練習、市民との交流、そして市内観光もしていただく予定でございまして、練習会場といたしましては岐阜市の体育ルーム、これはあのハートフルスクエアの中にありますけれども、こちらさらには岐阜市民の総合体育館を会場といたします。で、市民の皆さんとの交流ですけれども、7月15日の日曜日に岐阜市の東部体育館で岐阜市民空手道競技会がございまして、この競技会を見学をいただき、この競技会に参加する選手約450名との交流をしていただきます。さらに7月18日は岐阜中央中学校のですね、生徒たちとの交流ということで、全12学級に、まあ、選手が訪問していただきまして、一緒に給食を食べていただくという交流をしております。予定をしております。さらにはスロバキア選手による空手の型をですね、子どもたちに見学をしてもらいます。岐阜市のモテナンスといたしましては、練習時にですね、岐阜市の空手道連盟、さらには若い監督の青年運輸の空手道部に指導していただくということを予定をしております。さらに7月13日の15時30分には市長室にもご訪問いただけるということですし、同じ日には岐阜城、そして18日は鵜飼観覧を予定をして、まあ、スロバキアの空手選手団を、まあ、有志として、まあ、精一杯おもてなしをさせていただきまして、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けてですね、首都スロバキア・ブラシダバシの交流をさらに深めていきたいというふうに考えております。4つ目です。ふるさと納税に関わる、まあ、新規の返礼品について主張させていただきます。7月1日日曜日の申し込み分からですけれども、まあ、新たにですね7品目、まあ、こと商品で4品目、物ということで3品目を新たに追加をさせていただきます。今回はですね、まあ、あの物よりことを重視をするということでありまして、本市の岐阜市のプロモーションの一環として、本市の、まあ、地域資源を皆様方に精一杯ですね、お返しをしてまいりたいと思います。で、具体的にまずこと商品ですけれども、岐阜城の年間城主ということで、まあ、これ5万円以上のご寄付をいただいた方なんですが、岐阜城の入場券とロープウェイの乗車券がセットで1年間無料パスポートとして、使っていただきます。さらに、まあ、ご寄付をいただいた方および同伴者も1名ですね、一緒に、ご使用いただけるという無料パスポートでございます。2つ目3つ目ですけれども、岐阜おもてなしタクシーということで、まあ、市内の観光スポットを巡る、まあ、タクシーの貸し切り招待券をお送りをさせていただきます。まあ、寄付金額によって2つのコースを設定をさせていただきまして、
まあ、コースはタクシー会社と打ち合わせをしていただいて自由に設定が可能であるということでございます。4つ目、長良川鵜飼観覧船貸切招待券でございます。これは15人乗りの鵜飼の観覧船を貸し切りをしていただきまして、別に1人で貸し切ってもいいし、まあ、ご夫婦、カップル、グループでと、まあ、15人乗りですから、まあ、その人数の範囲内で、まあ、自由にご活用をいただけるということを考えております。次に、物ということになりますが、まあ、こちらをご覧ください。季節の寄せ籠と、トマトの桃太郎ですけれども、これなぜこれを新たに追加したかといいますと、実は JA 岐阜の青年部の皆さんと、まあ、意見交換をいたしまして、市内で丹精込めて育てたこうした農産物をですね、ぜひ岐阜市の PR として役立ててほしいと、まあ、こういったご提案をいただきまして、協議をさせていただいた結果、まあ、こうした形でまず返礼品を企画をいたしました。具体的にはこのベゴニア、カランコエ、まあ、プラス季節の花で、さらに、まあ、有名な桃太郎トマトで、とってもフルーティーであるということで、彼らがですね、もう丹精込めて自信作というものを、まあ、出していただくということでございます。実際にこの小説に JA の岐阜の青年部の皆さん来ていただいてですね、そのものをこうして見せていただいて、まあ、ぜひということで今回まず第1弾の状況になりました。今後の方針ですけれども、ふるさと納税の趣旨から逸脱するような寄付を募る行為は行わないというのが岐阜市のことでございます。従いまして、まあ、物による返礼品の強調ではなくてですね、まあ、我々としても良識の範囲内で対応していくとともに、まあ、今後本市の魅力、交流人口の拡大と、まあ、シティプロモーションの観点からですね、まあ、物よりことということをテーマにしながら、まあ、返礼品を検討していこうというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。私からは以上です。それでは質疑に進みたいと思います。まずはじめに幹事社であります毎日新聞さん。はい、毎日新聞の高橋と申します。はい、ご苦労様です。いくつかお問い合わせをいたします。まず同区米の話でございますが、はい、18日の発生からですね、これだけの調査をされて、1130施設ですかね、担当部署のご努力にまず、敬意を表したいと思います。大変だと思います。その上でお尋ねいたしますが、この調査の具体的な手法についてお尋ねします。大阪の小学校ではですね、調べたところ、支え壁がなかったとかですね、中に入っている鉄筋が非常に不十分な形で入っていたとかですね、いろんなことが分かりました。特に鉄筋については目視では確認できないということが問題になってですね、報道によればその、民間の資格を持った方が金属探知機のようなものを使ってですね、壁を調べる、それによって鉄筋の有無を確認するというふうなことが必要だというふうな報道も出ていました。そこでお尋ねしますが、この1130施設についてどのような調査をされたのかということをまずお尋ねします。1点目。それから、この補助事業の開始についてというペーパーの括弧1のですね、米印のところにあるブロック塀等とはコンクリートブロック作り、石作り、レンガ作り、大谷石等の塀を一致、門中とも含みますという注意書きがあります。で、翻って最初の支流施設におけるコンクリートブロック塀の調査結果は、コンクリートブロック塀だけの調査というふうに理解します。私、実はこの前、長良川沿いの あれは、浄水場施設ですかね、加賀岩 の水源地の施設の壁をちょっと見に行きましたところ、あれはですね、レンガなんですね。で、あそこは特に観光地に非常に近くって、道幅もそれほど広くはない、ああいったところでもしレンガ塀が何かリスク要因になるのであれば、コンクリートブロック塀については調査されたということですが、そういった今回の調査に含まれないような施設の物件が存在するのではないかという懸念を持つわけであります。コンクリートブロック塀が倒れてもレンガ塀が倒れてもですね、人の命がなくなることには変わりがないわけですから、
厳しいことを言うようですが、そういった調査をされる意向があるのかどうかお尋ねいたします。で最後にもう1点、岐阜清流中の壁を実験しました。現在の建築基準法制法令によればですね、支え壁、控え壁というのが義務付けられているんですが、控え壁はですね、プールの内側にだけありました。大阪の小学校ではですね、控え壁自身が存在しなかったわけで、これはもう今後冗談なんですが、地震が起きたときに壁が倒れるのを防ぐために控え壁を作るわけですが、内側に倒れるのを防止しようとした現行の建築基準法の施行令では、ただ子どもが外を歩いているときはその控え壁ではですね、対応できない。したがって建築の、施工令自身に、問題なしとしないというふうな印象を私現場に行って、持ったんですが、そういったこと、つまり外側に対しても場合によってはですね、そういった控え壁のような防護対策、安全措置を講じる必要があるのではないかというふうに考えますが、市長のご所見、以上3点についてお答えをいただきます。はい、調査手法については後ほど担当部から専門的ですから説明させていただきます。それからレンガ壁ですねについては、現在コンクリートブロックについて検討からまず実施が来ておりますので、そういう見解をしたところになります。その必要については町内での大事な検討があるというふうに示しております。清流中の壁の等々内側についての控え壁ということで、現行法の問題でありますが、私どもとしてあくまでも現行法に基づいて今対応させていただいているということですので、法については国自身も検討すべきことだと思いますし、私どもとしても問題提起はさせていただきたいと思います。ありがとうございました。NHK の本田です。はい、ブロック塀の撤去の補助制度についてなんですけれども、はい、発生が10日余り経ったところで、新しい制度を作るというのは早い対応だと思うんですが、はい、もう一度その、新しくこうお金を積まなきゃいけないというふうに至った市長の思いというか、この制度でどういうふうにしたいという言葉を聞かせていただきます。はい、これについてですね、私も公務員でございますので、非常にこの高槻の事件、事故については、心を痛めております。またそういった多数の市民の皆さんからの声も寄せられているところであります。従いまして、まず教育施設、そして市の施設については早急に対応するということで進めましたし、民間についてもですね、通学路等にそうしたリスクのある壁が存在しているということでありますので、地権者の一つの責任ではあるけれども、市として最大限の支援をさせていただくという形で、早期のですね、撤去を促していきたいと、こういった思いで今回はこの制度を作らせていただきました。従いまして、緊急措置として平成31年度までということですけれども、思いを持ってくださる市民の方にはですね、この制度が利用可能な7月1日以降ですね、お問い合わせをいただいて、早急に撤去するということでご協力をいただきたい。その通学路に面しているところは上乗せするということなんですけれども、はい、学校の施設の点検はもう終わっていると思うんですが、通学路沿いにこういう危険な壁がどのくらいあるのか、はい、これで補助を利用する人がどのくらいいるのかみたいな、その辺りの調査はありますか。ですね、例えば避難路等については都市防災の方から、各部それぞれ市会の皆さん、都市防災部隊の皆さんとかですね、どういう状況かということを確認をさせていただいていますし、避難路等についても教育委員会から各学校に調査の間をしているということで、実際はどれだけあるかはまだ全員を把握できませんので、ただですね、一日も早く撤去したいと、こういう思いのある方は当然おられるわけで、早急なる対応ということで、まず4月1日からスタートすることに決めさせていただきました。はい、他いかがでしょうか。朝日新聞山井です。お願いします。コンクリートブロックもそうなんですが、はい、昨日は下呂市でですね、たくさんの雨降られて、で、いろんな施設に被害が出てますので、今日もですね、長崎の方でも短時間に猛烈な雨が降ったこともあり、大きな川をですね、有する岐阜市においてもですね、これまでも大規模もしくは地域での防災活動に対する準備が進められていると思います。岐阜で起きてもですね、おかしくないことですので、その水害についての、
対策についての受け止めを教えてほしいです。はい、ありがとうございます。まあ、先日はあの水防の連合演習の大きさテーブルで開催をさせていただきました。まあ、牛首としては1000人水防団をですね、有しておりますので、本当にすごいな、皆さんがですね、日頃訓練をしていただいて取り組みをしていただいていることを大変ありがたいというふうには思っております。具体的には牛首将軍には29団1604人、さらに長良川だけじゃなくて木曽川の右岸のですね、水防事務組合ということで4団110名の方が水防団員として組織をいただいておりますので、実はこの数字というのは全国の1000人水防団の約1割を占める数を岐阜市は有しているわけでございます。まあ、私も今年はすでに3回基礎参戦、それから基礎川岸地帯の水防訓練、そして先日は岐阜市の水防連合演習ということで、3週にわたってですね、訓練を見させていただきましたけれども、特に、まあ、石井国土交通大臣がいらっしゃった時にも非常に練度高いということで高い評価をいただきました。また立候補の捜索訓練等を夜中にですねしていただいておりまして、本当に水防団の皆さんが仕事や家庭がある中でそういったこともきちっとですねやっていただいて市民の安心安全を確保していただいているということはありがたいと思っています。また重要水防箇所ということで、まあ、出水金と前と後にですねここはというところについては国交省や県、そしてまあ各地域の水防団の皆さんとしっかりとまあ合同の巡視活動等もしていただいておりますので、まあ、施設についてもですね常日頃から点検をしていただいているということでございます。まあ、今後の課題としてやはり今少子化の時代でもあってですね、水防団員のですねやっぱり団員数の減少ということは大きな課題だというふうに思っております。まあ、従いまして今約1600人いらっしゃるわけですけれども、まあ、この1600名体制を維持していけるように自治会の皆さんはじめ、まあ、消防団の皆さんもですねこの問題についての意識は大変高いということでご協力をお願いをしているということでございます。またさらに情報の、まあ、速やかな伝達ということはとても大事でありますけれども、水防団長等にですね情報提供させていただくことも常日頃から行っておりますし、水防の装備についても、まあ、充実を重ねているということでございます。また先日も中学生や小学生にも参加見学をしていただきましたけれども、水防団の皆さんには小学校中学校に行ってですね水防活動を子どもたちに体験していただくような機会等々を通じまして次世代への啓発活動にも力を入れていただきたいと思います。他はいかがでしょうか。いいですか。先ほどのブロック B についてなんですけれども、通学路については教育委員会で調査しているということでしたけれども、まあ、小山さんも対立が非常に高いでしょうし、通学路の変更とかも検討されないといけないと思うんですが、調査するものはいつ頃までに行うか、そういう状況が決まっています。局長、正確に、局長いない。あれ、言えない。7月の10日ぐらいまでには調査を完了したと思います。はい、すいません。夏と認識だと正確に言っていただきました。他はよろしかったでしょうか。岐阜新聞の高橋ですけれども、はい、私有施設のコンクリブロックの今後の対応なんですけれども、まあ、早急にということなんですが、いつぐらいからこう、はい、撤去、まあ、回収を始めていつぐらいまでに終わらせるのかというところと、あとこれらまあ、学校の施設も含めて、あと今後の補助も含めて財源の方はですね、まあ、それぞれこう予算をどのくらい見ていて、まあ、予算措置をどうするのかというところを教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、これ皆さん一覧見ていただきました通り、部によってたくさんの、まあ、不適法なブロック塀を抱えているところもありますので、まあ、それぞれの部局で早急にということで部によってそれぞれ完了時期はズレが生じると思いますが、早急に対応するようにということで指示をさせていただいております。予算でありますが、当座は予備費を活用してやろうというふうに思っております。まあ、ただ当然これで皆さん1月1日から拡張して広がっていきますので、ニーズは高いものがあると思います。まあ、従いまして必要があれば補正予算を組むということで対応させていただこうと思っております。規模については全体が把握できておりませんので、また見てください。
あ、よろしかったでしょうか。どれですか。じゃあ、すみません。厚切りジェイソンさんとのトークなんですが、はい、どんなことが私たち期待できますでしょうか。私もどんなトークが出てくるか全く聞いておりませんので、まあ、その中の反射神経で対応したいと思いますが、まあ、そういう意味ではこう変なシナリオなくですね、まあ、その面白いトークができるんじゃないかなというふうに思っています。日本人はなぜやりたいことをやらないのという意味で、はい、市長は今市長としてですね、やりたいことはやれていますか。いや、もうやりたいことは 120% やっています。それよろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。